皆さん、おはようございます。ティンダーのミラクルボーイ、介護職員アマチュアボーイのキングタケです。けん玉の超ウルトラな技、まあ今までは脅し剣、落とし玉がありますし、10秒間の手の線ろうそくもあるしね、たこ焼きイチュー、これ難しいね。あとは土壌すくい、あのよい子浜口がやったあの土壌すくい、あの寿司持ち大皿、あとはまあ全身力、野球剣、空中ブランコ、早手中皿、トルネード中皿、もしかめは前も紹介しました、大波小波、鍛冶屋、コマ、あとは辻し止め剣、ろうそく持ち止め剣、飛行機、やじろべえ止め剣、飛行機、いろんな飛行機ありますけども、ここは飛ばします。振り剣、やまびこ返し、裏振り剣、風車振り剣、村一周、おこし一周、日本一周、世界一周、宇宙一周、ヨーロッパ一周、いろんな一周の技ありますね。ハリセンボン、箕輪はるかさんの特技ですね、これ。あと、ヒッキームシ、月面着陸。あとは、ウグイス、エベレスト。難易度が徐々に難しい、銀河系一周。あとは、まあ、地球の足、横羽剣、羽剣、ガンマン、東大返し。あとは、ウグイス。あとは、まあ、ツバメ返し、竹トンボ、ヘリコプター、玉突き刺し、すくい剣、金魚スーク、いい、姉妹剣、早手落とし、炎月殺法、あとは稲妻落とし、胡蝶の舞、フラミンゴ、宇宙遊泳、鷹の舞、ライティング飛行機、粘着飛行機、扇風機、いろんな技は難しいもんですね。タイム競技というのもあるそうですね。練習する場所はもう広い方がおすすめです。はい。公式戦でもできます。はい。日本の剣玉は日月がブームです。はい。こういう剣玉協会ありますね。詳しくは剣玉協会で検索してください。以上です。バイバイ。